は田博子は、日本の政治家。元日本共産党参議院議員、日本共産党中央委員会名誉役員。は田博子、ろ田博子とも、2009年の第45回衆議院議員総選挙における外選活動愛知県名古屋市出身。名古屋市立名城小学校、名古屋市立前津中学校、愛知県立水領高等学校卒業。 三井信託銀行勤務を経て、1975年、岡崎市議会議員選挙に、日本共産党公認で出馬し、初当選。3期連続で当選。新日本婦人の会の渋谷区員を務める。1983年12月2日に、岡崎市議を辞職。同年12月18日執行の、第37回衆議院議員総選挙に、 旧愛知四区から出馬するが落選。1986年7月6日執行の第38回衆議院議員総選挙に旧愛知四区から出馬するが落選。1987年3月、田中貞夫県議が病に倒れる。県議選告示日の2週間前であったが、当西三地区委員会は3月18日、田中の後継として発田の擁立を決定した。 売り上げ税反対を全面に打ち出し、候補要率を見送った社会党の支持層も吸引。4月12日に行われた選挙で順位2位で初当選。岡崎で初の女性県議が誕生した。1991年の県議選で落選。以後、岡崎市は一度も女性県議を当選させていない。1995年の県議選でも落選。 1998年7月12日執行の第18回参議院議員通常選挙に愛知県選挙区から日本共産党公認で立候補。自民党が公認を出した大木博史と浦野康夫が票を食い合い、共に落選。その結果として八田が得票数3位で初当選した。2004年7月11日執行の第20回参議院。 議員通常選挙は落選。2007年7月29日執行の第21回参議院議員通常選挙は落選。2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙に愛知12区から立候補し落選。2011年2月6日執行の名古屋市長選に無所属で立候補するが候補者4人中3位で落選。 八田博子の制作とスケジュール。八田博子のブログ。2019年6月12日閲覧。市政大より、岡崎ナン、no. バー304。岡崎市役所。P2。2020年3月8日閲覧。岡崎の選挙記録岡崎市議会議員選挙。岡崎市役所。2018年4月8日閲覧。東海愛知新聞1987年4月13日。 一面、喜びの県議当選者。岡崎市議会市下官岡崎市議会市編纂委員会。1992年10月22日。762ページ。東海愛知新聞1987年3月19日。一面、田中氏が出馬を断念後継に、八田市岡崎市の県議選で、共産党。中日新聞1987年4月5日付長官。 県内版、12面、県議選激戦フルポ、上、岡崎市自民4人乱立地盤綱引き、骨肉の戦い。東海愛知新聞1987年4月13日、1名、県議選続々勝ち名乗り、八った、内田白、当選岡崎豊田、東かも、西尾は現職勝つ。愛知県議会史、第14巻愛知県議会、2010年12月10日。 266ページ。新聞赤旗2004年5月16日夫婦別姓選択制導入などを盛り込んだ民法改正案推進を求める申し入れ2000年9月29日。ありがとうございます。